それではここからショートブレイクとして取材する側から見た G7 サミットについて飯塚さんにお話しいただきます飯塚さんは本会場でもある上智大学外国語学,学部卒業後読売新聞に入社されました政治部デスクアメリカ総局長国際部長などを歴任されています え現在は読売新聞で編集委員を務めながら BS 日テレ「真相ニュース」でコメンテーターも兼務されておりますあの真相ニュースに私も以前 MC として参加させてもらってた時にはですねあの大変お世話になりまして <laughs> あの飯塚さん、本当に各現場で取材をされていてあの深い知識でお話分かりやすくお話しされていただけるのであの本当にこの後も楽しみにしております。 その飯塚さんに G7 サミットを報じる側としてどのような取材をされたのかまた印象に残ったエピソードなどについて語っていただきますそれでは飯塚さんお願いいたします。 はいい、えー、ありがとうございます、えっと、私は今あの、読売新聞の編集委員をやっていますけれども、その前はあの政治部で、えー、あの随分永田町で、えー、取材をしていました、でその後その後という、まあ、その後ですね、に、えーと、ワシントンとロンドンの支局で、えーまあ、アメリカあ、えーと、それからヨーロッパの取材を主にしていました。でまあ、どちらかという う,いうとただあの政治の取材の方があ長かったしあの記者としての軸足はあどちらかというと政治の方に日本政治の方にあるのかなとは思っていますであのその中であの私自身もですねこれまでサミットにはあの計7回ぐらいあの現場で取材をしたわけですであのこれ実はですねサミットの取材っていうのはあのな、まあ、現場で取 現場でその今度は来週19日から21日まであるわけですけれどもその取材自体はですね現場でブリーフを聞くということがかなりメインですが事前の報道っていうのがやっぱりすごく 大変だと思いますであの今ここにあのスクリーンに出てますけれども、まあ、サミット報道とはっていうその偉そうなことではないんですがあの主な仕事はですねまずその事前の取材っていうのをものすごいあのやります。これはあの政治部だけではなくてやはり経済テーマもありますんで経済部も入りますし昨今あの気候変動とかですねそういうあのエネルギー、まあ、エネルギーは経済部やってますけどあのやはり政治経済国際部この 三つがまあメインでいろんなあの国際情勢含めて取材をしているんですが気候変動は例えばうち読売で言うとあの社会部も随分あの取材をしているんですねということもあってあのまあ本当にあのニュース部門はあの総動員でえ取材をするという感じですでそしてその上であの主な仕事の丸一に載ってますけれどもこのまず共同宣言とかですねそのこうどういうまず何 何がテーマになって、えー、でどういういわゆる紙が出てくるのか宣言でどういうものが出てくるのかっていうのを本当にギリギリあの詰め、えー、詰めた取材をあーしますあのいわゆるこれ紙取りとか物取りっていうんですけどもあの宣言の内容をで,をですねあの何になるかと。でそれはあのこと取りも直さずあのどこ の部分がそれぞれの国の主張でそのずれているのか違いがあるのかとそこをまず見つけ出すアイデンティファイズするところから始まるわけですね。例えば、このアメリカ今回の,その先ほどもちょっと申し上げましたけれどもあの岸田首相が進めようとしている核軍縮の話ですねそして広島で平和記念資料館にほかの首脳に G7 の G6 の首脳 に行ってもららうことそれからグローバルサ,ーサーインドとかあの韓国なども招かれてますけれどもこうした首脳にも行ってもらうことここに向かってものすごい調整があの行われているわけですとりわけそのアメリカとフランスとイギリスこの国がの首脳がバイデン大統領をはじめですね本当に平和記念資料館に行ってそれどこまで行ってそのいろんなあのあの見学する場所があるかう わけですねだけれどもその本当の被爆の実相に触れるところここにあの連れついってもらえるのかそして何を見てもらえるのかっていうことであのまあもう本当にいい詰めたあの本来の,そのウクライナ問題とは別のところであのかなりいい調整が行われているとそれを事前に聞くというのがあの、まあ、紙取りこれはかみ取りではありませんけれどもあの各国の思惑主張それを事前に聞いて。 でそれがあの上、あのこの後ろにある2のところですね、それが合意,やあの合意や宣言にどういうふうに反映されているのか、どういう議論があったのかということを正確に報道するんだと、あと解説をする、それから、この丸さんですね、今申し上げた、実際にどこがどういう主張をして、この合意がまとまったのか、あるいは合意がまとまらなかったのかということを報じると。それ から検証するこれはのサミット期間中だけではなく終わった後にあのに出てくることも結構あるんですね関係者を取材すると実はこれを言ってたんだけれども全然反映されてなかったとかあのこの議論は実は日本ではなくてフランスが引っ張ったんだとかですねそういうあのことをまあ検証していくとその事前最中事後にまあやっぱりその国際これだけの主要国が7カ国が集まるそして今回は あのパートナー国ということで G20 の議長国であるインドですとかああの、えー、韓国お隣の国の韓国もあの、えー、大統領が来たりします。ということでそれぞれの国の主張が全て発表されるわけではありませんけれどもその,あのその内容もできればあああの。 まあ細かく具体的に把握してですねそれを報じるとああいうことがやはりあのメディアの,あのここで,ここであの取材をしているメディアの役割だと思いますでここについてはあの二次的にはですねあのインターネットなどでまあいろんな他のメディアがあのその材料をもとに論じたりですねまああの別の識者の方たちがいろいろあのそ,のその報道などをもとにあのまあ論評をするっていうことはあると思いますけれども ここはやっぱりサミットの、あの取材っていうのは、あの。やはり、あの既存メディア、あ、いわゆる、その新聞、テレビ、それから通信社。あ、こういったところが、あの、まずは一時情報を、あの取材するっていう意味では。サミットは、その、最前線の一番最たる、あの例になるんだろうと思います。そこが中心で、そこから情報が出て、で、さらに、まあ、インターネットなどでの論評があり。あの、こう広がっていくと、いう意味。 であのサミット報道は、まああのえー、私たちのような読売新聞ですとかその既存いわゆる既存メディアが、まあ、あの最初の大きな役割を果たす場ではないかと思っています。であのその上であのこれはどこで開かれても日本だけでなくてほあの,、えー、の,の G7 の国々で開かれても同じだと思うんですが。あの まあ、こ日本でのサミットってさらにまた別格の取材があの、えー、起きると思いますでまずはすご,すごいこう長距離法で言うと開催地をどこにするかっていうことですねここにありますけれども最初の日本での最初の3回というのは東京でしたあの警備の問題もあって東京で開かれたとあの私もこれ上地に通ってる頃にあのすぐそこの迎賓の館で赤坂迎賓館であったので私弓道部に入ってたんですけど弓道をこうやって あの持って歩いてたらですねやっぱ警官あの警備の人に止められてもうこれ何なんだとあのもちろん知って聞かれてるんですけどものすごい警備があの,あのどお堀の土手の上もです、ね、もう入れなくなってすごい警備でしたけど覚えていますやはりものすごい警備でしたで大谷も使われてましたしあのまさに隣でサミット起きてるんだなという感じでしたでそれから2000年からですね沖縄とそれから8年その後の8年この頃 G8 でロシアも あのねこの思い起こすとあのすごい時代が変わったなと思いますけれども G7 ではなくて G8 でしたなのでロシアが入っていて8年後になってんですねこれ洞爺湖北海道ですねそしてえこれまあいろいろあってあの16年ま,あまだ G8 の影響続いてますね16年で伊勢志摩がありそして7年後 G7 に戻っていますえこれでえっと広島が 来週開かれるとこうなってるわけですけれどもやはりその,その時々でですねいろんな思いがあの沖縄北海道東爺湖そして、えー、伊勢島そして広島には選ばれるまでにものすごいドラマもありましたあのど,どういうあのやっぱりその時々の政権とかですね日本の思いみたいのを込めたいっていうこともありましたありました 私はあの政治部の,あの那覇駐在というあの役割であの那覇にあのいたんですねであの沖縄の,その普天間飛行場の米軍の,あの普天間飛行場の移設問題などについてあのもうそういうあの沖縄の問題をあの取材をずっと那覇にいてしたいたのであの東京の政治部やあの経済部国際部 からこう来るバーッとこうあの取材団がこう日本でやるんですごい人数なんですけれどもそれとは違う立場であの那覇の側であの皆さんをこう待っててですねその沖縄ならではの,あの問題だけに特化して私はあのサミット取材していたんですけれどもあのこのこととあの 今回の広島あの来、来週の広島は結構似てるところがあるなと思っています。まあ、東亜湖も伊勢島もそれぞれいろんなあの課題やあの関係性があったんですけれども、でその 意味でですね今ちょっとこれを見ていただきたいんですがこれが当時の2000年のもう7月のまあちょっとこれ細かい政治面の原稿ですでこの前の1面2面3面はもうそれこそもうあとその中目もですねもう合意したものっていうことであのサミット本体の本気筋の本気筋っていうのはその政治経済でどういう合意をしたかとかですねそういう話だったんですけれどもあの私はこの日の政治面でこういう 原稿を書きました。これは、あの当時、えー、あの、まあ、これ、あの。 沖縄が日本に返還された、1972年に返還されてから、アメリカの大統領って、来たことがないんですね、沖縄の地に来たことがない。だけれども、沖縄というところは、米軍基地の,あの存在によって、ものすごいこうあのいろんな事件も起きます、事故も起きるっていうことと、それから基地そのものがまあ負担なことが多いんですね、やっぱり騒音も多いし。ということで、基地の存在自体が政治テーマ、今もそうですけれども、 なわけです。ということで、あの。 やっぱ沖縄の側はアメリカの大統領と話したいということでも,うものすごい長いことあのまあ国を通して陳情したりしてたんですけどもやっぱりアメリカの大統領あの当時はクリントン大統領でしたがあのクリントン大統領が一県のですね知事と直接会うっていうのはそいつはあり得ないと全然格が違うということでもう大問題に沖縄の側ではなってたんですね。こんなに米軍基地で揉めていてい 事件事故も起きてるのにその米軍基地の所有者のアメリカ大統領が来ていてしかもここは戦争でも沖縄県民がたくさん死んでるところであるとやっぱり話がしたいんだっていうことですごいやり取りがあって結果的にあのあったんです5分間だけ当時のクリントン大統領とあのえっとアメリカのあごめんなさい沖縄県の稲嶺知事当時ですねが一緒に歩いてですねあのこう 話をしたっていうことがありました。 でこれはあの沖縄にとってはまあいろんなあのただあっても,もう本当に怒りをぶつけたいというのもあったけれどもあのとにかく話をするというここまでのお膳立てをするのにですねたくさんの人が動いてであの日本政府も動き沖縄県も動きでアメリカの側も動いてやっとこの歴史的な瞬間があの生まれたということで,でこのまあ率直に言うとあの地元メディアですね琉球新報、沖縄タイムズは非常にこの 出会い自体も批判的でした報道もそれほど多くは大きくはなかったんですが私はこれは本当に歴史的だったと思ってあの記事を書きました。であの後であの見,る見るとあのこの私の記事が一番大きかったんですね全部翌日見ても。であのやっぱりあのこ,こ,これこそがあの。 地元で日本でやるときにいろんな意味とか政治的なあの思いみたいのが付加されると思うんですけれどもでそもそもサミット沖縄で開くっていうこと自体が当時の小のああ渕,渕首相が決めたんですがその後亡くなってしまってこの時出席したの森首相だったんですけれどもあのやっぱこういろんな思いがあのサミットには込められると。 このことが日本で開くことはあのそうでないかというのはちょっと大きな違いがあるなと思っています。でこの時は日本とアメリカの間の歴史的なわだかまりを少しでも解きたいということがあ,のあってで実現した瞬間でした。でそのことが あの来週のですね。今度、広島のサミットにもやっぱりちょっと似てる面があるなと感じています。そのあまやっぱ広島の被爆者の人たちにですね。あのまあ。 G7 の,の首脳がほかに会う、まず面会するのかどうか、今の報道ですと、事前の感じですと、会うんではないかと言われています、このことを思い越すのは、2016年にあのオバマ大統当時のオバマ大統領があの広島を訪問しました、そしてあの被爆者の方とあの抱き合ったあの写真が、みんなあの流れたと思いますけど写真や動画が流れたと思います。これやっぱ被爆爆者のの人ととアアメメリリカカ原を落した 大統領が抱き合うっていう本当に歴史的な和解だと当時言われたわけですけれどもこれに準ずるような形の出来事が広島で起きるのかどうかそして今度はその広島の思いが伝わるというだけではなくて G7 の首脳の側ですねそれぞれの出席するバイデン大統領それからあのイギリスの首相 そしてあのフランスの大統領それぞれが。あの どうやってな何を感じてくれるのかと、まあ、もちろん他の国にも感じてほしいわけですけれどもそ,そこに何か感じ取ってほしいとでそれがゆくゆくは核軍縮につながっていくといいなとそういう思いがどのぐらいその実現されるかそれが来週のサミットの1つの,あの焦点なんだろうと思います。ここのことについてはあの やはりあの私たちもおあの事後も含めてですね例えばマクロン大統領フランスのマクロン大統領にちょっと後で意見を聞いてみるとかそういう取材を試みるとかですね、まあ、イギリスのスナック首相にどう感じたんですかとそういう話を聞いてみるとかあのそういうあの後の報道も大事かなと取材も大事かなと思っています。でででで関関連ししててととといううか同じだと思うんすすがこのの番目でその議長国としてはですね日本の関心事項を 主要議題にセットするんだと過去にはあの人間の安全保障というあのことあのテーマを盛り込んだこともあります。で今回はもちろんあの核軍縮あの、核についてどう対応するかと、これはもちろん、えー、とロシアのプーチン大統領が核を使うかもしれないというあの威嚇をしているというあの今の国際情勢を反映したものでもありますけれども、仮にこのことがなくても、先ほど秋山先生も言われてましたが、 広島っって決ままたのはウクライナ侵攻が始まる前ですでその時点からあ岸田首相はあこの核軍縮への、えー、核兵器のない世界に向けた広島の願いというのを、まあ、G7 の間で議論したいと、えー、そういう思いがあって、まあ、もう当初から多分セットされてたテーマだと思うのでこういったものがああのどういうふうに実際議論されるのかということものサミット報道の中の重要なポイント ポイントだと思っています、はいえーまあ、大体、概略こんな感じですが、あのもし何かあのご質問があれば、ちょっと最初にお,、ね、お願いするのはあれでしたけれども、なんかあればあの、急ぎで送っていただければと思いますが、どうでしょうか、あの最初にお尋ねするのを忘れてしまいました、であの特になければこ、このの後もまだありますので、あのえー、とそのと時にまた聞いていただければと思います。 えっと、これはあの、ちょうどネットにちょっと時差があるかもしれないので。あの、とりあえず、ここであの、ちょうど時間もこの時間になってきてますので。え、あの、これで終わりにしたいと思います。え、それでは、ご清聴ありがとうございました。失礼します。飯塚さん、ありがとうございました。